最近 TikTok のライブ配信の利用者が急激に増えてると思いますが、今後は YouTube に取って変わると思いますか思いません。あの、TikTok 見てる人もいるし、TikTok を使っているその動画を上げてる人もいっぱいいるんですけど、あの、TikTok 儲からないんですよね。なので結局その TikTok である程度行ってる人も、その TikTok を利用して YouTube のチャンネルにいかにお客さんを移して、YouTube で儲けるかっていう方向でやってたりするんですよ。 あの、その、YouTube の場合って、YouTube の動画の最中に広告が入るじゃないですか。だから僕がその録画で、あの、上げてる動画とかだと、なんか2時間の間に、そのなんか10何個広告があって、で、結果としてその2時間見た人が、その10何個の広告を見たので、で、僕の動画のおかげで広告を見たので、だからじゃあ僕にお金を払いますっていうのを YouTube だったり、Google がやってるので、僕にお金が入るんですけど、TikTok って、TikTok の誰かの動画、広告、誰かの動画なので、その、 その動画主に対してお金を払う必要がないんですよね。その僕の動画の最中に広告が出てるのであれば、その動画を見てるのは僕のおかげだよねっていうのを YouTube もわかるのであげるんですけど、TikTok の場合ってその動画が面白いかどうかっていうのでまあ見るのもあるんですけど、ただアルゴリズムが結構優れてるので、そんなに面白くない動画でもアルゴリズム的に出してるから結果として見る人が多いと。 で、アルゴリズムで出してて見る人が多いのに対して、その人に広告払ってもしょうがないでしょっていうのがあったりするので、なので、あの、広告を基本出さないんですよね。で、投げ銭みたいなやつは一応、あの、戻しますよってなってるんですけど、やっぱり投げ銭ってその、もらえる額がたかが知れてるんですよね。まあ、可愛い女の子とかがいるのであれば、投げ銭でもそれなりに儲かるんですけど、その、あの、まあ、おっさんとか、それなりに年いったおばさんとかが投げ銭で儲けようとすると、まあ、なかなかきついんですよね。VTuber みたいなのがあれば別ですけど、 なので結果としてみんな YouTube で儲けた方が得だよねっていう方向になってるのは今んところ変わってないので、なので若い人が人気者になりたいのであれば TikTok はすごい向いてると思うんですよ。若くて可愛い子がいきなり100万登録を目指しますっていうのであれば YouTube で頑張るより TikTok でやった方が全然伸びるんで。ただじゃあ儲けますっていうのだとまだ YouTube なんじゃないかなと思いますけど。